まあ、これねオール横スライド戦法、速度は全ての食べ方の中でもぶっちぎりで速いんですけど、とにかくこぼれやすいんですよね。まあ、ちなみにご本人はずっとお腹が空いているので大丈夫とおっしゃってました。それからラスカルさんチームのメンバーの表情が完全に放射モードになっているのを笑います。まあ、運動会を見守る父母の顔ですよこれは。この全員参加のチーム対抗カレー大喜利対決、いやこのガオという大会自体を締めくくるラストイートとなります。サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス杉でございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。そして今回ガオにスポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、スポンサードありがとうございます。これからもフードファイト業界を盛り上げるべく、皆様に楽しんでいただける動画を制作していきたいと思っております。今後の活動についてですが、フードバトルクラブのような規模の大きい大会をこれからもどんどん開催していきたいと思っております。その中でぜひご協賛していただけるスポンサー様を募集しております。もしご興味のある方は概要欄にありますメールアドレスにご連絡ください。改めまして、今回スポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、本当にありがとうございます。そして私事ではございますが、この度なんと2回目の植毛手術を受けることになりました。詳しくは概要欄にあります URL から飛んでみてください。以上、皆様へのご報告でした。じゃあ、じゃあキャプテンの、はい、負けないぞっていうのにしてください。負けないぞ、うん、負けないぞ、もう見てよこのうちのメンツほらもう最年長なのこれやっちゃってるから写真だよ、あごチーム鈴木こういう感じです。いきますよ、まあ、のうちは比較的若さが売りなんでね、比較的ね、結構フレッシュだよね、うん、確かに俺が一番でしょみんな高校と専攻どっちでいきますか。まずじゃあ高校規模、高校規模、専攻規模いねえだろじゃあ最初はグーでいきましょうか。はい、最初はグーじゃんけんぽい。仲良し仲良しいきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、うちのチームは高校でお願いします。じゃあうちのチームは超先行でお願いしますえ、はい、はい、それでは、うちのチームの一番手はガジさんです。イケチクマフードウィンター、多いな、多いな、サラオメンズと多いな、サラオメンズと多いな、サラパンパン、これって、で、混ぜたりして、もちろんです。はい、ここからは一回スプーン、水タンクした方がいいかな、ちょっと結果した方がいい、食べ方によるのはじゃあ、いきます。ストップ忘れないように、はい、集中さあ、カレー1キロ早食いマックス鈴木チームトップバッターはガジさんです。まあ、これね、自分でやってみて思ったんですけど、まあ、意外とねカレー1キロ多いんですよね。そんな中で1分が当たり前で30秒超せるかどうか勝負とか言われてたんで、改めてこのメンツはレベルがおかしいんだなと思いました。まあ、さらにねガジさんはトップバッター、食べ方もねまだ机上論でしか語れない状態で、まあ、お米とかルーの硬さ、米とルーの比率などはこの時ね初めてわかるんですよね。まあ、アドリブ聞かせつつ食べていくことが求められるんで、非常に立ち回り難しいかと思います。まあ、逆にねこれに続くメンバーはこの戦っている様子を見たり、ガユさん本人から聞く情報でさらに作戦を洗練させていくんですね。
トップバッターはタイムを目指すのはもちろん、それ以上に実際食べてどうだったか正確にチームに伝える能力が要求されそうです。さあガジュさん、ここで完食。タイムは51秒25、完食タイムは 30g 以下なので、完食タイム51秒25がそのまま記録となります。うちのチーム1番手は僕でございます。おー、俺エビちゃん来ると思ってたわ。絶対エビちゃん来ると思ってた。これルーって事前から熱いんですか？熱々なんですか？熱々ではないです。あ、わかりました。こいつでも、さあラスカルチーム、トップバッターはゾウ三白化身種、大食いファイターとして有名な彼ですが、早食い能力も非常に高い水準で兼ね備えています。まあ、ゾウさんの作戦としては、まず最初上から食べる際はある程度こぼれても大丈夫な中心付近を攻め、ある程度量が少なくなったら横スライドに移行してラストスパートをしていくスタイル。このスタイル自体はね、まあ極めて一般的なんですけど、とにかくスピードがやばいですね。誰だけあったカレーがもうすでになくなりそうだ。まだ30秒しか経っていない。ここで完食、タイムは31秒40。ここで多少有利だったとはいえ、相手チームへ約20秒もの差をつけました。さあそして食べ残しグラム数は 21g と、こちらの調整もバッチリです。完食タイム31秒40、そのままが記録となり、大きくラスカルチームリードする展開となります。はい、はい、うちのチームの2番手ですね、ドラゴン君のお願いします。これ楽しんできましたか。完全にヘッドホンを外す。おー、本気っすね。本気。さあラスカルチーム2番手はドラコ選手。ドラコ選手の作戦はね、魂のオール横スライド一択です。まあ、これね、オール横スライド戦法、速度は全ての食べ方の中でもぶっちぎりで速いんですけど、とにかくこぼれやすいんですよね。なんでさっきのゾウさんみたいに、普通はねある程度量が減ってからしかやらないんですけど、ドラコさんはお皿にパンパンに詰まった状態から横スライドを決行しております。これね、豪快な見た目とは裏腹にかなり繊細なスプーンさばきが必要ですね。さあドラコ選手、完食、なんと今大会初30秒を切ってきました。さあ食べ残し量は 45g、 25g から 10g につき1秒ペナルティが加算されるんで、正式なタイムは29秒33。ただしこれでも30秒を切ったタイムで現在トップの記録となっております。はい、うちのチームの2番手は志野健さんでお願いします。すごい。うわぁ、結構量ありますね、これ。さあここでマックス鈴木チーム2番手として登場、私スーツ男。まあ、正直ね、最初は1分切ればね御の字かなと思ってたんですけど、なんか周囲を見ると普通に30秒前後連発されてるんで、穏やかではなくなってまいりました。作戦はね、あのゾウさんのものと同じなんですけど、ちょっとねスピードが違いすぎますね。もう完全に劣化ゾウさん、フライゴンとガブリアスの関係になっております。いやこれでもね、あの昔の地元の小学校ではもう毎回クラスで一番感触早くて、おかわり無双していたはずなんですけど、この場に来ると胃の中の蛙であったことを痛感させられます。さあそして完食タイムは36秒25。一応これ私の人生の中で自己ベスト記録なんですけど、食べ残し量 72g なんで5秒ペダリ、正直に焦りすぎました。うちのチーム3番手ですね、エビマさんでお願いします。行ってこい。うちのチームがカレー少なくないですか、クレームが入ったんで。あれ1キロありますか。
ありますか。キングあるんです。すいませんでした。アンデです。すごい。さあ、ラスカルチーム3番手は今さん、エビマヨさん、早食いが得意というよりは食べるスピードの平均自体が速いタイプですね。だからなんかラスカルさんチームのメンバーの表情が完全に保護者モードになっているのを笑います。まあ、運動会を見守る父母の顔ですよこれは。まあ、そんなね、エビマヨさんの戦法はまさかのドラコさんと同じ魂の横スライド戦法。ただね、ドラコさんよりはストローク短めで、ドラコさんがワンストロークでほぼ一列一気にかっさらっていったのに対し、エビマヨさんはお皿の半分ぐらいのストロークで安定感を上げている印象です。さあ、こう一点で頑張れエビマヨさん、見守るラスカルさんチーム。そしてここでフィニッシュ、タイムは41秒55。そして食べ残しグラム数が 30g、 ジャストでギリッギリペナルティ、0秒41秒55、そのまま記録となります。これすごくないか。はい、絶対ここは勝負のポイントになると思います。うちのチームの3番手、丁寧に表彰させてもらいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。かましちゃってください。大丈夫です、お腹空いてるんで。怖い。でも、マックスさんチーム3番手は丁寧木下選手。木下選手の早食いに関してはもう完全に未知ですね。まあ、正直ね、私マックスさんチームにいたんですけど、まあ、自分たちのチームですらもう全員がね、あの木下さんの早食いの実力全然分かんなかったっていう。だからチームとしてはもう隠し玉というよりは鬼が出るか蛇が出るかって感じでしたね。まあ、ちなみにご本人はずっとお腹が空いているので大丈夫とおっしゃってました。それなら大丈夫でしょう。空腹はね、最高の調味料ですからね。さあ、そしてここで丁寧木下選手フィニッシュ、タイムは42秒05。ちょっと終盤手こずっちゃいましたね。そして食べ残し量は 28g と 30g 以下で、この42秒05がそのまま記録となります。はい、じゃあね、今ちょっとうちのチームありがたいんですけど、いい流れ乗ってますんで、ここであの母ちゃんを投入したいと思います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。俺から相当飲みやすい、相当飲みやすい。さあ、ラスカルさんチーム4番手は川ザイル選手。川ザイルさんね、昔ってか2年ぐらい前まではね、あんまり食べるスピード速くなくて、まあ、本当にね、大食いとかって感じだったんですけど、もうここ最近ね、ガオのメインルール制限時間短めの大食いという高速環境に適応する過程で、もう全体的にめちゃくちゃ速くなってるんですよね。僕なんか1分以内の早食いが唯一ワンチャンあったルールなのに、それすらなくなり、無事に完全介護完となりました。本当にありがとうございます。さあ、川ザイルさん完食、30秒93、早すぎでしょう。これには思わずラスカルさんチームもにっこりです。さあ、食べ残しグラム数は 33g、 これギリギリね1秒加算の範囲なんで、ちょっともったいなくはあるんですけど、それ込みでも完食タイム31秒93と非常に好記録となりました。はい、折り返し地点ですね。後半戦一発目の選手はキング大さん、お願いします。多いですね。多いですね。今回全部金を見せてもらった。
慣れてないからなんかあれですね、めちゃめちゃ緊張しますね。これ さあ、マックスさんチーム4番手はキング山本選手や大食い界のレジェンドがこんなね、お祭り感覚なカレー1キロ早食い大会に参加される様子を一体誰が想像できたでしょうか。まあ、ちなみにね、例のごとくマックスさんチーム全員がね、こう丁寧木下さんの時と同様、キングさんの早食い能力全くね、把握できてなかったです。相手チームの出方予想する前に自分のチームメンバーの実力予想してましたからね、うちのチーム。まあ、僕はともかく、まあ、世代が近いマックスさんすらご存じなかったんで、キングさんの早食いの機会自体がね、非常にレアだったのかもしれません。さあ、そしてここでフィニッシュ、38秒51。大食いだけでなく早食いもかなり早いですね。さあ、食べ残しグラム数ですが 31g。 この1グラム1秒加算はもっともったいないというか、まあ運が悪いですね。これは事故です。39秒51がキング山本さんの記録となります。じゃあうちのチームですね、5番手が神山さんでお願いします。おお、ほらさあ、ラスカルさんチーム5番手は神山選手。ついに来ました、日本トップクラスのフードファイター。このゼロ距離で食べ始めるのがね、神山さんの代名詞ですね。最後に出てくるかと思いましたが、このタイミングの登場です。まあ、作戦自体はね、ゾウさんや私やむちゃと同じ、最初真ん中すくって、まあ、少なくなってきた横スライドなんですけど、ぶっちゃけ早すぎて意味がわかりません。22秒69、ここまでのタイムと明らかに一線を隠すタイムで格の違いを見せてきました。そしてあれだけ豪快に食べたにもかかわらず、食べ残しグラム数は 26g、 ヤムチャの3分の1ぐらいとなっております。なんでよ。ペナルティは0秒、タイムそのまま22秒69が記録となります。はい、それではですね、我々の、5番手ですね、副賞になります、山上さんでお願いします。甘せさあ、マックスさんチーム5番手は山上選手。やはり神山さんに対抗できるのはこのお方だけだろうということで、満を持しての登場です。会社は神山さんと同じゼロ距離密着、このゼロ距離密着で真ん中のカレーをできるだけ回収し、量が少なくなったらお皿を持ち上げて横スライド。いや、これね、声で説明するの簡単なんですけど、実際やると本当ね、困難にならんです。同じ動作してるはずに全然減らないですからね。さあ、そして完食タイムは25秒77。ご本人悔しそうな顔をしてらっしゃいますが、限りなく人類の限界に近い値だと思います。さあ、そして食べ残しグラム数は 41g。 これもあと 1g 少なかった、1秒で済んだんですけどね、運が悪かったです。それでも完食タイムは27秒77と、今大会、いや人類の中でもトップクラスの記録となっております。はい、最後ですね。じゃあ鳥ですね、うちの大将に行ってもらいましょう。はい、行かせていただきます。ラスカル君、お願いします。ラスカルシェイク。
さあラスカルさんチーム、ラストはラスカルさんご本人登場。大将戦がキャプテン対決なのは漫画とかでよく見る非常に熱い展開ですね。そんなラスカルさんの戦法は横スライド、お皿の回転で微調整しつつ我々から見て右側から綺麗にカレーを回収しております。その様子はまさにブルドーザー、まあ、ラスカルさんのスプーンが通った後はもう何も残りません。お皿の上全てを刈り取ったラスカルさん、堂々のフィニッシュ。タイムは25秒14。そして食べ残しグラム数は30グラム、ジャストとベストな調整。早食い王たちに並ぶ25秒14という好タイムがそのまま記録となります。カレーができたら動き出しますから。おマックスさんだけでも買ってください。全員負けてますか。マックスさんだけでも確かに全員負けてるっていう。全負けしてる。全負けしてるね。さあマックスさんチーム、ラストはマックス鈴木選手。この全員参加のチーム対抗カレー大喜利対決、いやこのガオという大会自体を締めくくるラストイートとなります。マックスさんの戦法は横スライド、いやこの大会でも綺麗に真ん中食いからの横スライド派と開幕横スライド派で分かれてるの面白いですね。さあ言うてる間にもうラストスパートに入っているマックス鈴木選手、ここでフィニッシュ。タイムは24秒17。この記録は神山選手に次ぐ第2位の記録となっております。しかし食べ残しグラム数が49グラムと思いのほか多く、ペナルティは2秒となります。したがって正式な記録は26秒17。これではまあ大会で3位の記録なんで十分ぶっ飛んでます。てかラスト4人の密度やばかったですね。もう人間超えすぎでしょう。はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック他の方は改めて、一応今回は全勝、司チーム全勝という感じなんですかね、個人戦に関しては。はい、でタイムの方がですね、全勝で合計タイムの差が45秒94。お食べてるペースでいくといっぱい30秒ペースぐらいで食べたとしてもいっぱい半ぐらいの差がついたのかなっていうところで、もうちょっと改めて振り返ってみてどうですか。そうですね、本当にこう作戦会議とかをしている間も何ですかね、みんな正直弱気なんですよね。こう自分の番来たくないなとか出るまでやだなっていう話はしてるんですけど、本当にこの場に立つと全員が全員この表情が変わって、こう期待に応えようっていうその気持ちが本当に向こうの席にいても伝わるような、こう聞き迫るようなこう競技をしてくださってて、本当にやっぱり僕もトリでアンカーで大将やらせてもらって、それに応えなきゃいけないなっていう、これが本当にもう最初の方から最後の人間までこう一致団結してできた競技なのかなと思いますし、だからこその結果かなと思います。ただまあ僕らが勝ったとしても時間とか関係なしに回がまた変われば逆転することも絶対あると思いますんで、この結果に甘んじずにみんなまたさらにこう躍進できるように頑張っていればいいなと思います。はい、どうですか終わってみて。終わってみて全部負けた。綺麗に全部負けた。でも誰も予想してないと思うんですよ。はい、誰も予想してないと思うんですよ。はい、どうなんですかキャプテンとして。キャプテンとしてやっぱじゃんけんがやっぱダメだったのかなとは思うんですが、まあ、結果的には全負けで、もう言ったらそう、僕の負けから始まり負けを引きずった中で全員戦ってったわけですよね、この早食いを。だけど誰一人としてその諦めてるというか勝負を投げてる人はいなくて、結果そこで何を感じたかっていうと、その勝ち負けももちろんそうなんですけど、そのやっぱこうどれだけその一つのものに対して
自分が真剣に向き合えるかってことだと思うんですね。で、少なくとも、うちのチームだけじゃなく、ラスカル君チームの皆様もこうスタートから、ゴールまでストップまで全員こう本気で向き合って、駆け抜けたっていうのを見た時に、まあ、ちょっと話が若干ずれちゃうんですけど、本当にその僕がこの最後の勝負やる前に感じてた、あ、ガオもここまで大きくなったんだなって。それこそ俺と小川でね、最初こうなんかね、小川の店でこう何も会ってないような状況から始めて、もう収益化どころかもう登録者数もいない状態から始めて、あ、ここまでなって、これだけのいろんな人が全国各地から来てくれて、でこれだけこう真剣にやってくれるんだなっていうのは、すごいこうなんかね、胸が熱くなっちゃったんですね。うん、だからやっぱりこうやっててよかったなと思いますし、ただやっぱちょっと正直悔しい思いはあるんで、もし次の機会があれば何らかの形でこのチームでリベンジしたいなっていうのはちょっと正直ある。これがね、例えばカレーなのかラーメンなのかつけ麺なのか分かんない、なんかパンなのかピザなのか分かんないけど、まあ、何らかの形でもしこのメンバーが集まったら、また同じメンバーで今度やり返すぞみたいな感じでいきたいなと思う、はいはい、そんな素敵な気持ちにさせてもらえる勝負でした。6対6の1キロカレーチームバトルを終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。おいしょ。